はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の富田咲です。今回もね、野狐の方で囲碁実況をやっていきたいと思います。で、まあ、今回はね、やっぱりどうしても、前回3段 ID から5段に ID に変わったっていうことで、戦いがすごいね予想されるんですけれども、しっかりとそうですね皆様に状況を分かりやすく説明しながら、精一杯打てるように頑張っていきたいと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、お待ちしました。よろしくお願いします。今回私黒番で打たせていただきます。はい、というわけでね、今回は星で打っていきたいと思います。星のこういうね2連星って言うんですけど、ちょっとね私はあんまり普段はやらない布石なのですが、今日はそれでやっていきたいと思います。お相手の方が星小目ですね。私はここ小ゲイマにかかることが多いんですけど、今日はじゃあ一見に高くかかってみたいと思います。これにはもう大体ね、今見てたらもう9割下付けで来られますね。プロの碁とか見てても、もうほとんど下付け。他にはね、このようにここに挟んだりとか、こう二間高く挟んだりとか、いろんな定石があるところなんですけれども、植え付けっていうのもありますね。はい。最近はねちょっと珍しい手なんですけど、これも定石です。ここで黒はこちらに跳ねるか、ここつけるかのどっちかなんですけれども、つけでいってみたいと思います。これにはねおそらくここぶつかりになって、黒がここに打って、こういうのもはいありますね。こういうのも定石でありますね。これには黒もこのように引いといて、白がこう外星を張って、黒がこう隅を収まるっていうような形になっていくのかなと思いますね。で、ここはそうですね、じゃあぶつかっていきましょうか。そっかちょっと待ってくださいね。これ跳ねたいですかね。ここで要するにちょっとこう黒は縮こまっちゃってるわけなんですけど、ここはそうですね、何かこう突破していく手を少し考えていきたいところかなと思います。これでも珍しい形なんですよ。どういう風にしたら二段バネする手があるかどうかっていうことでちょっと考えてるんですね。下がりはね抑え込まれて、少し辛いかなって感じもするので、二段バネをしていきたいような気もするんですけど、そうすると切ってつないで抱えて、切ってつないで出て切ってっていうような形になってきて、なんかいけそうな感じもするんでやってみます。ただし難しい。しかもお相手の方がこれをもしすごい研究されていたら、ここで私がピンチに陥る可能性も十分にありますね。ただこの手でここ下がっておけば無難なんですけど、お相手の方に今押さえ込みあるいはかけ継ぎ、外からね封鎖されるとちょっと辛いかなと思って、このような打ち方を今選択しております。ここでお相手の方は継ぐか抜くかなんですけど、つなぎで打つんですかね。そうですよね。はい。で、私としてはとりあえずここ出切っていくよりないような形ではあるんですけど、ここまで一本道かなといったところ。おそらくなんですけど、白がこう外星を張って黒がこの左上を取るっていうような別れになるんじゃないかなというふうには、考えています。これそうですね、数字悪く一発当ててさらに切っていくか、単切りでいくかっていうのもまた一つ悩みどころなんですね。利かすのどうなんでしょうね。単に切りましょうか。はい。こういう当たりの手を躊躇した理由っていうのは、そのこういう手を打つと絶対にお相手の方はこう受けになるわけなんですけど、その相手が絶対に受けてくれる手っていうのは悪手になる可能性が高いのと、ここ逃げ出す手がなくなっちゃうっていうようなことが少しあって、ちょっと躊躇したっていうところはあるんですけど、ただし黒はこれ決めといた方が良かった可能性も高いし、ここでそうですね、なんとなく私の体感ではそう、この
手がいい手ですよね。取れてもいまいちって気がしますね。取れてもいまいち説、これ押さえときますね。ここね、黒ここ、こういう風に打ったらこの3個取れそうなんですけど、ここ這われるとね、すごいしびれる形してて、はい、押さえ、当て、次っていう風にもし白に打たれると、まあ、すごく形が崩れちゃうというわけで、この当てを打つことによって、まあ、まずこの左上の黒が補強されましたと。ただし泣きどころはここを叩かれちゃうことですね。はい、これがすごいきつくって嫌なところですね。まあ、これね、こう曲げ、まあ、要するに黒はこれま2個、次ここ白に打たれたら取られちゃうので逃げないといけないんですけど、曲げて打つのではね、こうずらずらこう白に押されてすごい形悪いので、これはここに打つのが手筋になります。で、切ったら白がですね、来たら黒も逃げていって、まあ、別にこの白がね、もう助かってもいいんですね。まあ、最悪ここを黒がしっかり生きておいたことによって、まあ、お相手の方も助けないと思いますね。はい、今のように打たれて、このね、白を捨て石に外勢を張るような展開を目指されると思いますね。出来上がりちょっと微妙、いまいちだと思いますね、黒が。はい、あんまりいい、立ち上がりじゃないなという感じはしています。これ竹筆打つかつなぎ打つかなんですけど、つなぎとけばまあ一番わかりやすいのでこっちで打っておきますね。まあ、一応このことによってこの3個は取ることができました。多分相手の方、次ここ抜きを打たれると思いますね、味よく。まあ、要するにここに黒が牢屋と二子牢屋、まあ、大体20目の黒地ができましたと。まあ、白はこう壁ができましたという一つの分かれになりました。お相手の方、これ抜き打たれなかったですね。すかさず逃げていきたいような衝動にも駆られます。誘われている可能性もあるんですけど、抜きかなり手厚いんですよね。ただし逃げていって得するのかどうかも難しいのかな。いやー、逃げたいけどね。逃げちゃいましょうか。逃げて、まあ、白が伸びてきたらここに押していって、要するにこの黒が逃げ出したことによって、この白とこの白が分断されたわけですよね。はい、まあ、ここをね、生かして黒としてはなんか戦っていきたいところです。で、ここでまたここ飛ぶか切るかっていうのがまた選択肢として悩ましいところですね。いや、これ切りもありそうな気もしてきたんですけどね。まあ、飛ぶと受けになって、まあ、こうかぶせて攻めていく展開が果たしていいのかどうか、まあ、切って押していく展開になった時に上辺取れるけど、こっちの模様も深い、悩ましいとこです。今回はちょっとなぜか時間設定を間違えて、20秒じゃないので、今から1分の秒読みになりますね。はい、ちょっと時間を間違えてるので、少し時間を使って今私は考えています。まあ、逃げていくのが本筋だとは思うんですが、ちょっと今日は切りで打ってみたいと思います。はい、まあ、切ってお相手の方がまあここをやって当ててくるか、まあ、コスむか、何かしらしないとこの3個黒にここに打たれると飛翔で取られちゃうから、そうそう逃げてこられると思うんですね。まあ、伸びて、まあ、次曲げられたら、まあ大体この3個は捕獲されたも同然の形になりますね。まあ、その代わりこの上辺をまあそのちょっと大きく囲って一局打とうかなという、まあ黒の作戦なんですが、まあただしこの3個をこう曲げて取った形っていうのが結構白は分厚めのいい形をしているので、あんまりそうですね、まあ黒がどうかなと思ったんですが、この手はまああまりこれ捨てる気ないってことですね、お相手の方は。はい、あまりこの石を捨てる気はありませんよというふうにおっしゃっています。次にここに跳ねればこのように効いて抜きになって、まあちょっと私の方が辛いですよねということなので、これはまあ下がって打ちましょうかね。で、逃げ出そうと。そうですか、じゃあ捨てる気がないっていうことだったんですね。まあ、取られたら大きいというふうに判断されたんですね。まあそうなのかもしれないですね。はい、まあ、これかけていって、ここは黒としてはこのラインをこう脱出されるような展開になるのは避けたいところ。ここはしっかりとこの黒をこう連結させるイメージで閉じ込めたいです。
はい、で中でまあ白はこう生きると思うんですけど、まあ、生きたって構わなくて、これがまあこの中でこう生かして、その代わりこの3個を逃げ出して、こことこの白4個との戦いに持ち込もうというふうに考えています。これで一手このように打って白が上辺を何か受けてくれればいいんですけど、受けてくれない可能性が高そうなんですよね。だから何かこれ動いていきたいかなっていう気はする局面なんですけど、そうですね、どうしたら、いやでもまあしかしこれここのラインを突破されるのも結構黒としては嫌なところなんですよ。嫌なところですね、非常に。うん、これやっぱ受けぐらいかな。ここしっかりつながっといて力を蓄えます。で白にこう打たれたらこの3個取られちゃうんですけど、ここを打ってですね、白をちょっとこういじめることがまあできる形になっているので、まあ、あえてここは白にね、ここ逆にここに打たれてこの黒とこの黒が分断されないようにしていきました。はい、でまあ滑りですね。はい、まあ、滑られたら、まあ、一応その黒はもうここ一段落と見ていいかなと思いますね。何か動いていきたいところですね。はい、そうですね。でどう動くかっていうのがまた難しいところなんですけど、ツケか押し、まあかコスミですね。まあでも押しでしょうね、形的にはなんとなく。はい、押していきました。まあでお相手の方はこれは多分この4つ、この黒を切り離している要の石なので、何かこの4つを助ける手を選ばれると思います。まあここ飛びとかここコスミとかがまあ予想では上がるんですけど、まあここ飛びが一番この黒に迫っていて厳しい感じがしますね。まあ、黒も飛んでいきたいと思います。はい、で次にもしお相手の方がこちらから攻めてこられたら、まあ膨れていってこっちにちょっとなだれ込もうということですね。でお相手の方がこちらに打たれたら、まあ、黒もこっち方面からこの壁をバックにこれを攻めていこうとしています。まあこうやってその相手がこっちに来たらこっち、こっちに来たらこっちっていう風に考えておくと、まあ方針が立てやすいですね。まあ見合いっていう風に言うんですけどね。まあ覗きつなぎで、まあお相手の方がこれを打ったってことは要するに、だから私の作戦が分かってるってことですね。そのまあ私がその、まあ多分お相手の方的にはこっちから行きたいんですよね、多分。こっちから行くためにこれ一発打って、まあ、ここら辺打とうかなとされているんじゃないかという感じはしていますね。はい、そういう感じはちょっとあります。まあ、ものすごい難しい戦いに突入した感じがします。惜しい、これはまた重厚な手ですね。あまり予想していない手だったんですけど、まあ伸びとかも本線だし、こっちに一発こうなだれ込んでいきたいような気持ちもちょっとする。いや、ここをふうふうに封鎖される展開になるのもちょっと嫌だなっていうのも私としてはあるわけですね。難しいですね。飛びですかね。飛びで打ちたいと思います。はい、まあ私最初ここ打とうとしてたんですけど、こう打つとね、ここ羽とか桂馬とかでこのラインで封鎖されて、でこの白っていうのは黒に包囲されてもここ抜く手が残ってるので、まあ簡単に取られる石じゃないんですよね。はい、なのでまあ運んでね、これが取れてるんだったら私もそうやったんですけど、まあ取れてないから封鎖される可能性が高いってことで今このラインで打ったんですけどね、こんなこうね一直線にこうどんくさくつながってるような感じで、果たしてこれでいいのかと心配になるような雰囲気ですね。これでもしかも封鎖されてこられてますからね。まあさっきみたいに言ってたら当然反発されてたんですけど、まあこれそろそろなんかやっていきたい感じはします。はい、そろそろこの辺りからくすぐっていって、まあこれ抜きと変わればね、一応ちょっと黒としてはなんか形になりそうな雰囲気が出てきているかなという感じがするので、まあそれでね一曲打ってみたいなというとこなんですけど、まあなるほど、生きてるから簡単にはそうかそうか受けてくれない。この桂馬はいい手でしたね。私もし抜き打たれたらこの辺から形にしようとしてたので、
それを回避した手だったと思います。さあここでどういうふうに形にしていくかっていうことで非常に難しい形ですね。難しい。この辺がまだ隙があるのでこの辺をどういうふうについていくのかっていうことなんですけど、そうですね、めちゃくちゃ難しいですね。わからないですね。これどこ1、2、3、4、なんかありそうなんですけどね。6、7、8。でも油断するとこの黒も全滅するので、まあ、かなりここは失敗できないところではありますね。はい、失敗できないところではあります。まあこれはだからその要するに出切ってくる手が見えてるんですけど、相手の方がそうした時に、まあ、例えばこの割り込みとかそういった手を利用してなんとかならないかなって言った手ですね。はい、まあ結局そうですね、出切りで来られましたね。白も相当気持ちの悪い形をしてるんですけど、まあギリギリ持ちこたえているっていうことですね。はい、お相手の方の主張ですね。ギリギリ持ちこたえているのかどうかも難しいですけど、そうなのかもしれませんね。まあここを当てて繋いで愚直に出て出て切ったりするとどうなるのかっていうことで、非常にまあ難しいんですけどね、これはこれで難しい形をしてはいますね。どういうふうに打てばいいのか私もちょっとわからないんですけど、これはそうですね、ギリギリ、いやーでも本当にわかんないですね。これどうしたらいいんですかね。まあ出て押さえて出て押さえて切って、こっからこう絞っていってつなぎとかになって下がって、うん、結構1、2、3、結構危ない感じも7。これは抜きになりますね。あんまり打ちたい手じゃなかったんですけど、とりあえず時間つなぎで打ちましたね。そうですね、どうしたらいいんだろう。これはもうじゃあちょっとこれやってみますか。ちょっと絶対狙ってはいたんですけど、ちょっとうまくいくのかどうかが分からなくて保留していた手になります。ここでつないで、そうそうそう、打つのもはいはいあるんですけど、そう、まあつなぎですかね。でつなぎになって、まあ、切ってどうなるのかなっていうとこですけど、うまくいくかな。もしこれがうまくいかなかったら、まあここの下で生きる手を模索するしかないっていう状況になるんですけど、それだと結構ね私も苦しいんですよね。だからここが成立するのにちょっとかけていきたいような気持ちはあります。めちゃめちゃ難しい戦いになったんですよね。まあお相手の方は何かこれ逃げ出す手をねここで考えられてると思いますね。まあ一見飛びか、あるいはこっちから何かこう逃げていくのか、これをこのままこう押していってこれを取らせるっていうことはまあまず考えづらいかなと思うので、何か逃げ出されると思うんですけど、ただしここに断点があるのでその具合も兼ねて、まあ、今おそらく考えられてると思うんですね。はい、そうですね、そう逃げられましたね。まあ、これはまあ切っていってもうまくいかないから曲げぐらい、まあ私としてはここに当ててつないで出るような手がちょっと残っているぞっていうことですね。だからまあ当ててつないで出ることができれば白が
あのこう押さえても切って、まあ、これがちょっと分かりづらいんですけど全部当たりになる形です。この石が取れればこことここが連絡するので、まあ、危なかったこの一段は助かる。だから今お相手の方ここに打たれて2子を制して、守り切られたわけですね。というわけで私はこの一段が取れないとかなりやばいかなっていう状況に陥ってるわけですけど、まあ、黒もここ出切りの具合がちょっとあるのが少しね気になるところなんですけど、なんとか取り切りたいですね。頑張ってこの壁を利用して、そうそう、なんとかなんないかなって気はするんですけどね。これはい、なんとかなんないかなっていう感じはするんですけど、簡単じゃないんですよね。それもまた、まあツケが手筋ですかね。ツケが手筋ですかね。まあ跳ねてこられると思うんですよ。で伸びとかで取れてれば一番いいんですけど、出切り、いやーめちゃめちゃ難しいですよね。これが効いて伸びてぶつかりが効いて出切られると黒のこのこっちが落ちちゃう形になっています。なってるんですね。いやーこれはだからまあ簡単に捕まんないですね。ここに控えてるのがちょっと悔しいところかなという気がするので、引いてね、つないでこうバックして取れてればいいんですけどね。一気に取りに行く手めちゃめちゃ怖いんですけどね。めちゃめちゃ怖いんですけど、あでもそっか、つけこす手がある、いやないですよね。引き、つけこし、長考に沈んでいます。6、7、8、まあ引きでじゃあ頑張りますか。実はここ手筋あったんですよ、私やろうと思えば。この引きで当てればこの3個は実は取れる形になっていたんですけど、それをするとこの3個を取れてもこっちから打たれて、こっちを私大きく損してますから、ちょっとどうかなと思って、今ねこれ一気に取りに行く図をね目指して打ったんですよ。でめちゃめちゃ危険で、まあだからその読み落としがあるとここで終わるかもしれない。だから白がこうなんか逃げ出してきた時にもう一気にこれ囲って取りに行く手がないとダメです。でこれまあ怖いんですけど、一応ここを当てれば逃げてきた時にこう打ってつなぎで当ててっていうので取れるので、取れるよね、こうやったら取れると思うんですけどね。これで今これ2個が当たりだからつなぎでこうやれば取れるから、いやなんだろう、これはお相手の方も何かちょっと誤算があったような感じがします。まあこの逃げた手でこう例えばつなぐとかで抜かせてこう逃げる手があるかどうかとか、まあそういう話なのかなとちょっと思ってたんですけど、一応ここに今打たれたので黒がこうやるとここも2個あたりでつないでもこう黒が打てば取れるので、これ多分何か誤算でしたね、お相手の方は。はい、よって今なんか分からなかったんですけど、黒これ全部取ることに、まあ、成功しました。成功したのでとりあえず難は逃れました。はい、難は逃れた状況ですね。で、まあ、今ここに打たれたばっかりですね。まあ、とりあえずねここ展開して落ち着きを取り戻していこうという感じですね。まあ、これはいいところで、この逃げ出しちょっとね黒狙っているところだったので、それをちょっと補強したというか守った意味がある手です。はい、まあで黒もねじゃあちょっとこここのように打っといて、まあこの壁をバックに、まあこの2目を後で攻めますよみたいな雰囲気を出していきたいと思います。まあだいたいここがね20目ぐらいなんですね。20
西ロイヤと西ロイヤ、まあ、これ結構取れたの大きくて30近く、まあ、だから50枠くらいだいたいある感じですかね。62枠、まあ、しくは60枠以上の字はあるかなっていう感じですね。まあ、34、これ30だとして40だとして50だとして、まあ、あの黒が取れたからといってこう緩みまくっていると、あのまだ危ないですね。形勢はそんなに大リードってことはないです。ただし一応リードはリードかなっていう感じがしますね。この二間開きの形って、前に私本読んでてすごい勉強になった点があるんですけど、これこっちが黒厚いのが条件です。厚いのが条件の時にここに下につける手があるので、この手を今日はちょっと皆様にお見せしたいなと思います。まあ、お相手のこの二間開きっていうのは非常に、まあ、あの効率よくね、こう字を囲った打ち方ではあるんですが、まあ、あのここ強いければあのここに外回りにはいくら白が来たってこの黒に響かないっていうことですね。で中でこれ生きちゃおうっていう意味の手です。今お相手の方引かれましたけど、もしどっちか押さえてきたら、押さえてきたの逆方を跳ねようっていうことですね。こういう展開になれば、あの隅、あの辺を中で根こそぎ荒らしてしまおうというのが、黒の作戦になります。でここさえ大きく荒らすことができれば、まあ、さすがに優勢だと思うので、お相手の方押さえたら跳ねられて生きちゃうっていうことで今伸びられたんですね。まあ、黒はこれは出ていくんですけど、この壁がね、物を言ってくるんじゃないかなという雰囲気はちょっと出てきています。はい、この形ですね。まあ、例えばここで切り一発打って、まあ逃げるしかない形ですよね。でここで、まあそうですね、一番怖いのが黒がこっちから押すと、当ててつないで下がりが一発効いてつながれて攻め合いが怪しいことってことが、正直起こりかねないので、まあ、これは一番無難なのは下跳ねですね。はい、下跳ねが一番安全な打ち方。これはつなぎには常にこう取れる形なんですけど、はい、それを一応見越して打っておきたいと思いますね。そうですね、まあ、これはいろいろあるところで、まあ、つなぐ手もあるし、出て、あの切って当ててこう絞るような打ち方も、考えられるところです。どっちの方がいいかな。単につなぐ手も、かなり有力なんですけどね。ただしもうじゃあ一番わかりやすい、いやどうなんですかねこれ、一番分かりやすい手でいきたいと思います。はい、これがまあ一番黒としては、まあ、後腐れのない形ですね。で取って、お相手の方がここで抜いた時に当てを打ってつないで、まあ、この2個取る手とここ取る手を見合いにするっていう打ち方ですね。はい、これがまあ一番心配のない打ち方なんですけど、まあ、今この切った手でつなぐ手もあったので、まあ、それをちょっと悩みどころでしたね。はい、まあすごいね、読みがこういるね、めちゃめちゃ難しい展開になってきていて、どっちかっていうとその布石とかのこの解説っていうよりはもう本当戦いで読みの世界に入っちゃってるようなところがあるんですけど、まあ、お相手の方はね、今ここでそうですね、悩まれているんですけど、ただ回避する方法がもう一本道でなさそうなんですよね。これ当たりだから取るしかないし、7、8、9、残り2回です。考慮時間があったんですね。はい、まあ、あとねここがまあその落ち着いて、まあ、私はこの2個かここの1段がどちらかが取れるような形になってきていると思っているんですけど、ここがまあ要するに黒が助かれば、この白の5つが結構その目がなくて危ない石になってくるので、まあ、こことここをねこう連結するような手、あるいは中で生きる手を打たないといけなくなりますね。で、まあ、そうなった時に、まあ、気になってくるのが、あの左下の字がどうなってるかってことですね。これこのまま確定字なのかどうかっていうのも微妙なところで、黒からなんか打てば手があるような気もしなくもない。
形ではあります、まあ、しかしとりあえず今はこっちがね大事なところなんで、ここしっかり打って形決めていきたい場面ですね。まあ、ここでまあつなぎも打っちゃって、でこれ次黒にここ曲げられちゃうと、この6個がもう2手しかなくなっちゃってすぐ取られちゃいますから、これはねこう多分コスんで連絡をされるしかないと思うんですね。そうした時に黒もここに打てば、まあこの2個が取れますよと、まあ、ここかここのどっちかを見合いっていう形にして、どちらか必ず打てるような状況に今しています。まあなのでね、やはりそのね、ここの壁がすごくこうした戦いになった時にすごい生きてきてはいるんですけど、まあ、ここで怖いのが、例えばこう跳ねられたりとかして先に私のこの6個が取られちゃうっていうのがちょっと怖いんですが、まあでも跳ねにはね一応対応できているので大丈夫。というわけでお相手の方もね、ここちょっとどっちか取られると勝てないということで今ね投了されました。はい、ありがとうございました。